はい、おはようございます。沖縄の関です。スタディバレー、1年目の15日目いきます。そういうわけで、ただね、昨日ね、道で寝ちゃったのに、まあ、気がついたらこう自分の家のベッドで寝てたという、まあ、あ、明日だっけ、まあいいや、はい、明日です。明日、実は今日だと思ってました。はい、まあいいや、そういうわけでいきましょう。ライナス、ありがとう。え、お金ちょっと取られちゃったのかな。で、明日の9時から、了解。とりあえず、ちょっと今回はまた畑だね。行きましょう。どうしようかな。ちょっとスプリンクラー整備したりしないと、畑作業やってるだけで半日潰れちゃってるんで、とは言ってもあと半月で秋が終わり、冬になると畑作業はないわけなんで、とりあえずあと半月はこのままのペースを維持しつつ、冬を使って冬ちょっとスプリンクラーの設置とかそういったのをやっていこうかな。でちょっと その冬に向かってのいろいろ準備ですね、それをちょっと袋抜きながら行こう。荷物の整理もして、この辺りの土地とかアイテムとかこれも処分した方がいい、売れるものは売った方がいいのかな。まあいいや、さあとりあえず行こう。おや、まあ、好感度高い女性の家、ちょっと順番に回ろうと思ったら、僕はペニーの家に着いたら、散らかってるよね。あれ、帽子と一緒に落ちてるのはパンツ。あっちをねって、パンツの形。で、上着と帽子と、どう見ても今のパンツだよな。それはやっぱり知らない男の人がパンツの形がなきゃったら怒るよ、それは。当たり前じゃん。では、俺がパムでなかったとしても、これ怒るっすよ。なんでパンツの形つけだよ。こんな朝から酒場に行ってきた。通過なんか外からサイレンの音が聞こえるんだけど。割と近い。このママの働きで違うよ。了解。まあこの子も苦労してるんだな。俺もそう思う。パンツはちょっとやめようよ。さ、つうわけで、よし、バンドリックコンプリート。それで今日のミッション、カバン買います。使った。よし、これで、もう荷物マックスまで持てるようになった。早いかな。1年目の秋で結構なんかいいとこまで行ってるような気もしないでもないですね。違うかな。さて、では引き続き行くか。今日はちょっと早めに終わります。はい、実は今回がお祭りだと思ったので、お祭りのために1日枠を空けてありましたが、はい、1日ずれてましたので、とりあえずお祭りだけはまた明日、
明日の動画で紹介していこうと思いますので、今回はちょっと早め、ちょっと短めになっちゃいますけれども、この1日で終わりにします。よろしければですね、チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。スタディバレーの松木の動画は明日18時、公開いたしますので、お楽しみに。それじゃまたね、バイバイです。